ヘラシギは、長江地取目クシギカオバシギ族に分類される鳥類。インド、タイ王国、大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ロシア東部チュクチ半島からカムチャツカ半島にかけてのロシア北東部で繁殖する。冬季になると、主に、タイ、中人民共和国南部、 バングラデシュベトナムミャンマーなどへ南下し越冬するが、インドやスリランカ、関東省、福建省、厚生地湾属自治区、マレー半島で越冬した例もある。日本では渡りの途中に飛来するが、沖縄島で越冬した例もある。北海道では9月に渡りの途中の個体が観察されることが多い。名前の由来となった特徴的なくちばし形状全長14から16センチメートル。 くちばしは短く、先端が扁平で丸く広がりヘラ状になる。このくちばしが和名や英名の由来になっている。くちばしや講子の色彩は黒。夏和は頭部から頸部、胸部にかけてが赤褐色で黒褐色の縞模様が入る。上面は褐色で黒い斑紋が入る。冬和は頭部から背にかけては開黒色、胸部から腹部にかけては白い。 幼鳥は頭部が黒みがかる。以前は本種のみでヘラシギ族ユリンリンカスを構成する説もあったがオバシギ族に含まれるとされる。日本では砂浜干潟や砂浜海岸、川口で記録があり、渡りの際にはこれらの環境を利用していると考えられている。日本では周期では当年の群れに混じって見られることもある。昆虫、甲殻類、種子などを食べる。 口しを左右に振って、泥や砂の中にいる獲物を捕らえる。近縁の浜市議では、干潟表面のバイオフィルムも餌として利用していると報告されている。繁殖様式は卵生。海岸のツンドラにある水場周辺の草地に苔や地類を組み合わせた皿状の巣を作る。4個の卵を産む。放卵期間は18から20日。主にオスが放卵、育成を行う。 渡りの途中の平市や越冬地では、干潟の農地や養殖地、レジャー開発などによる生息地の破壊、越冬地での鳥類用の網による根核などにより生息数は減少している。人間による攪乱、集落周辺の繁殖地での犬による産卵層の破壊、元々の捕食者であるキツネ類や盗賊化モメ類、飼料などによる影響も懸念されている。日本では、 砂浜干潟の減少、砂浜海岸のレッチャー利用などにより影響が出ていると考えられている。ロシアでは卵を採取して飼育下で孵化させ包丁する試みが進められている。日本では2017年に国内気象野生動植物種に指定されている。1997年における生息数は少なくとも4000羽と推定されている。絶滅危惧 ILE。 ありがとうございます。